柿沢さんのいわゆる SSP 構想の実現に対する思いというところが一致した。寮に入った子どもたちが、安心して安心できる場で、存分にですねスポーツに打ち込めるようにですね、努めていきたいと。今日県庁を訪れたのは今月7日付で合同会社佐賀イクストを設立した9社の代表者らです。県と SSP 構想を推進する協定を結んだ九州電力のほか、松尾建設、佐電工、有徳自動車などの企業が参加しています。社名は若いアスリートを育成しアシストするという意味で付けられました。県内アスリートの流出を防ぎ県外アスリートを受け入れるため、佐賀市内の宮殿の旧社宅を改修し、高校生アスリート85人ほどが入れる寮を整備します。入居者の募集方法は今後検討し、来年春から入寮できるように整備していく予定です。